日産 180SX 日産、シルエティ日産、シルビア日産、シルエティドリフト走行中のシルエティシルエイティとは、日産 180SX の車体に、シルビアの全部を接合した車両の通称である。いわゆる顔面ンンスワップの代表例として知られる。なお、シルエティなる名称は、元は正式な車種名でなく通称であり、正式な名称はあくまで 180SX だが、 日産自動車によって商標登録され、正式な車種名としてのシルエーティも存在する。S13 型シルビアと 180SX は別車種だが同型版であり、姉妹車の関係にある。それゆえパーツの互換性が高く、流用が比較的容易に行える。それどころか北米使用者はヘッドランプ1に関する規制を背景に、 ノッチバックも 180SX と共通の共通のリトラクタブルヘッドランプを採用していた。この特徴をうまく利用したのがシルエーティと言われる車両であるチューニングカー愛好者が 180SX の全部を破損した際にリトラクタブルヘッドライトは修理するのに部品代が高くつくため台数が多く部品代の安い姉妹車のシルビアの 全部を使ったらどうだろうかという発想をしたことが原点とも言われるがフロントヘビーとなるリトラクタブルライトを取り払うことでフロントを軽量化させることを目的としたものとも言われる当時シルビアは S14 型にモデルチェンジしていたが3ナンバーサイズに拡大したことから不人気であり S13 型を懐かしむユーザーが事前の選択肢として モデルチェンジがなされなかった 180SX を購入する事例が多かった。シルエーティは 180SX を S13 シルビア類イジのデザインに改造できるということで人気が高まった。シルエーティを製作する際、車両の全長が 180SX の時と比較して 4cm ほど短縮される。そのため法的にはエアロパーツを装着して、 全長を伸ばしつじつ合わせをするか、記載事項変更の必要がある。なお、ボディのモノコックはそのまま使用するため、いわゆるニコイチ車両ではない。前述の通り北米では、ワンビアが純正使用であるため、その逆であるシルエティが容易に成立するのも当然と、言えよう。シルエティの元祖とも言える車両は、三栄処防、オプション1989年8月号。 テストオンロードに掲載された東京都内のあるショップで製作のコンプリート車両である。発売間もない 180SX にブーストアップ等のライトチューンを施し、シルビアのフロント周りを移植した車両であるが、この時はまだシルエーティという名前ではなく、シルビア 180SX という名前での登場だった。その後、モーターマガジン社の各週間自動車専門誌、 ホリデーオートに掲載されたことや、漫画、頭文字 D、ゲーム、グランツーリスモに登場、また宝富の自動車玩具、ム、トミカで製品化されたことも認知、普及した要因として挙げられる。シルエーティは、もともとは前述の通り、S13 型、シルビアの各種フロントパーツを 180SX に装着した構成を持つ車両であったが、シルビアは、その後2度にわたって、 モデルチェンジがなされ、S14 型、そして S15 型へと、スタイリングも変わっていった。S13 型の人気が高かったことから、S14、15型を S13 型類似に改造する例も見られた。しかしながら、S14、15型は、S13 型とは、車両の構造が大きく異なり、板金作業を伴う大幅な改造が必要となる。 それでも S13 型の人気から一定のニーズがあったため、アフターメーカーからは、これらの車両への変換キットも発売されている。1998年5月1日、D1 ドライバー手塚つよしも在籍する名古屋のチューニングショップ、有限会社キッズは、後が日産系のディーラーに制作委託したシルエティの新車を発売し、雑誌にも取り上げられた。 日産純正扱いとなるため、全国の日産ディーラーで整備を受けることもでき、NI ライト、フィンタイプグリル、エアロフォルムバンパー、サイドステップ、専用ロゴが、標準装備。純正オプションもニスモセール SD などが用意、されていた。500台限定で販売を終了。カラーリングは、イエロー、スパークシルバーメタリック、ミッドナイトパープルパール。 スーパーブラック、ホワイトの敬語色。なお、本来、シルエーティは単なる通称であり、正式名称はあくまで 180SX であるが、この有限会社キッズは、後のシルエーティに関しては、唯一、商標登録の使用を日産自動車から認められており、いわば正式名称としてのシルエーティである。下記の新車販売された車両を除く。 フロントバンパーやヘッドライトなど自動車の全部を構成する各種パーツを別車種のものに換装してしまうこと。レギュラートミカとしての発売はなく、頭文字 D などギフトセットの一台として登場することがほとんどであった。また、イベント限定の銀メッキ仕様やディスプレイモデルのトミカリミテッドでは数量限定ながらも単品で流通しており、交代化ブランドの トミカプレミアムでも発売されている。ありがとうございます。